いや、でかいよ、これ。そう、どれぐらいか。でかいって。うわ、あー、これぐらいか。いいやん。今ね、1本だけ、とりあえず取ってみて。ここいいって言って。それぐらいね。あ、ちょっと。うん。伸びた。お、お、いいね、これは。お、いいやん。ええサイズや。ねえ。ザ・ネギって、そうそう、このサイズがいっぱい取れるんだったら、ね、うん、ちょっと微妙だったんだけど、微妙だ、酒のつまみ。今日はとりあえずノビルのチャーハンと、いいね、ノビルのラーメン、これいいじゃん。で、球根は醤油漬け、この辺はチャーハンに入れて一緒に炒めてね、上はラーメンの薬味に、いいよ、おいいいいね、これね、ロカンゾーなんですよね。こないだ来た時ね、そんなに生えてなかったんですよ。今日来てみたらね、もう一面ノカンゾーなんですね。みんなノカンゾーなんですよ。で、サイズもね、ちょうど食べ頃になってますね。今日はね、伸びるだけにしようと思ったんですけどね、このカンゾーもいっぱい入ってますんでね、少し積んでいきたいと思います。こんな感じですね。すごく綺麗ですね。おひたし、あとサラダと天ぷらですね。こんな感じですね。もう手のひらぐらいありますね。もう食べ頃ですね。こんな感じです。色がいいですよね、鮮やかで。アクがない山菜なんでね、さっと茹でてね、酢味噌とかマヨネーズとか醤油などで味付けして食べると非常に美味しいですよ。これは立派ですよ。これはいいサイズですね。もうこんな大きくなりましたね。1週間前はね、まだ背丈でね、こんなもんが少し生えてるだけでしたけど、今もう一面に肝臓が生えてますね。こんなんですね。お、どこで取ってきた。これいいね。これ今日一ね。そうそうそう、はい、ちょうどいいぐらい、いいね、綺麗だわ。このね、肝臓の周りにもね、この間まで生えてなかったヨモギが顔を出してきましたね。これヨモギの枯れ葉なんですけどね、これ見つけるとヨモギがすぐありますんでですね、まだ芽生えたばっかりのヨモギですね。匂いかけばね、ツンとしたいい香りがしますんでね、トリカブトとかと間違えないようにしてくださいね。まあ匂い かけば、分かると思いますけどね、たまにねトリカブトを間違ってね、食中毒を起こすっていうこともあり得るんでね、取ったらとりあえず匂いを嗅ぐことですね。あと必ずヨモギは葉の後ろはね、こういう風に白っぽくなってね、薄い毛が生えてますんで、それも一つの目安にすればいいと思いますね。これも少しだけ取っていきましょうかね。ちょっとアクセントにね、少しだけ取っていきましょうかね。ラーメンとかね、チャーハン作る予定なんで、ちょっと上にパパラッと振りかける感じですかね。香り付けですね。あと色合いですね。
な感じですね。これね、緑の葉っぱはこれすべてノビルです。ノビル王国なんですね。みんなノビルです。ネギの香りがしますね。もう踏んづけていくとネギの香りがプンプンしますね。避けて歩くのも難しいぐらいノビルが生えてます。その隙間にね、こういう肝臓もいっぱい芽が出てきていますね。ここにシャクがありますね。シャクもすごく大きくなってきましたね。でおひたしに美味しいですけどね。今日はねちょっとやめときたいと思いますけどね。はい、伸びる。すごい、難しい。いっぱい取れた。おお、すっごいごっついじゃない。車から降りて一番近いところはいつもでかいのが結局取れるという。いつものパターン。やっぱ車から近い方が、車から近い方が取れる。綺麗になりましたね。ラーメン。うまい。塩、塩味。わ、モビルのチャーハン。ネギだね。
駆動値がないな、うん、まだ入れてもいいぐらいですか。